はい、皆さんこんにちは、レック専任講師の、早川と言います。今年もですね、年金アドバイザーの季節がやってまいりました。銀行業務検定試験、年金アドバイザー、3級の受験対策講座、ガイダンスを始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはですね、この年金アドバイザーの、10月検定というのがあるんですけれども、今回は、3級になります。ちょっとですね、プレゼンターに切り替えますので、パンフレットの方を見ていただきたいと思いますね。はい、ここに2018年10月検定向け、銀行業務検定試験、年金アドバイザー3級受験対策講座と書いてあります。これが今回の、試験の対策講座の、案内になります。はい、年金アドバイザーの試験ですけれども、3月と10月に、まあ、年に2回あるんですけれども、3月の方は2級と3級が2つありますね。で、10月は3級だけという形になります、ね。で、まずどんな試験かというところから、ご案内をしていきたいと思うんですけれども、もう一回プレゼンターに切り替えますね。これ、まあ、主催しているのが、銀行業務検定協会というところなんですけれどもね、そこの、検定試験なんですが、要するに銀行員さんが、まあ、働いていく上でね、まあ、いろいろこうスキルアップのための、検定や試験があるんですけれども、その中の一つに、まあ、年金アドバイザーというのがありまして、もともとはね、この銀行業務検定というのがあるんですけれどもね、そこの銀行員さんに対しての、試験なんですけれども、まあ、現実にはね、まあ、銀行で働く方だけではなくて、例えば FP を目指している方とか、社会保険労務士を目指している方も、お受けになっているようです、ね。はい、で、まあ、コンセプトとしては、ちょっとここを開きますけれども、はい、ここに年金アドバイザー3級試験制度のご案内というふうに、障害窓口の担当者を対象にって、これ銀行さんのね、顧客からの年金相談に応じるための基本的知識と実践的応用力についてその習得度を測定しますと、まあ、こういうふうに目的はこうなってますね。ただここに書いてありますけど、社労士合格を目指す方の必須アイテムとも書いてありますよね。私たちレックの方では、銀行にお勤めの方の、まあ、年金相談のためのスキルアップね、もちろんこれもあるんですけれども、社会保険労務士試験で年金科目というのが皆さんやっぱりこう頭を抱えてるんですよね。で、例えば社労士の試験で、年金科目が択一式っていう方では配点が20点あるんですね。まあ、20もあるわけで、選択式の方でも、まあ、国民年金厚生年金ね、両方とも今度5点ずつ、まあ、合計10点の配点があるわけです。で、やっぱり年金を苦手にしてしまうと、やっぱり社会保険労務士試験乗り越えていけないというのがあるんですね。で、社労士の試験というのはどうしても法律の試験ですから、まあ、法律用語でこう学んでいく形になります。なかなかちょっと内容や中身を理解していくことが難しい。ただこの年金アドバイザーの試験は、まあ、今、ね、書いてあったように、まあ、銀行さんの窓口対応とか年金相談という形になりますので、どちらかというとこう年金の相談を念頭に置いてます。ですからこう相談ベースなんですね。だから相手に分かりやすい言葉とか、まあ、普通の言葉で勉強していく形になります。だから年金というものが実際何なのかっていうのをこうつかみ取りやすいんじゃないのかなと思うんですよね。で、結局中で学ぶことって年金、例えば私たちが、まあ、老齢世代になって年金もらえるようになると、どういうふうにしたらもらえるのとか、いくらもらえるのかって気になりますよね。で、それがだいたい今法律では、じゃあ自営業さんだけをやってた人はこのくらいですよとか、会社員に何年やってた人はだいたい、まあ、もらっていた給料によってこう違いますよとかっていうことを、実際いくらとか、じゃあ何歳になったらもらえるのかっていう、普通のこの身の回りの生活の中でっていうことを念頭に学んでいく形になるんです。で、そこの先に、まあ、やっぱりね、法律っていうのがあるので、法律にベースが法律ですからね、それに従ってやっていくんですけれども、やっぱり交わされていく窓口で交わされていくことは、じゃあ厚生年金法第何条 何項の規定によるなんてことはないわけですよね。実際、こういうふうな時においくら出ますよ
とかね、そういう話になってきます。つまり実務ベース相談ベースので話をしていきますので、やっぱりこう吸収しやすいなっていうふうに思うんですよね。で実際ね、やっぱりこれ身につけたら活用してほしいな。例えばね、銀行に勤めていなくても周りの方に、そういう手助けになってあげてほしいなっていうふうには思いますね。というのはやっぱ年金制度っていうのは何回も改正を行っていく中、経過措置ね、ここでこう決めたんですけど、何年から何年までの人はいきなりこう改正しないで前と同じやり方でちょっとずつずらしていきますよっていうのがあるから、これが難しいんですよね。はい、ですから、そういった実際相手のために、相手の質問に答えてあげるために、この勉強を身につけていくって形になりますので、実際相手がどうしたらもらえるんだろう、こういう時はどうしたんだろうって考えてあげることによって、相手にも喜んでもらえるし、自分もいろいろ知識が身についていくと思いますので、難しいこの法律用語を頭に叩き込んでいくのとはちょっと違うんですね。はい、だから実際実務でやる方も、それから社労士の勉強したい方もぜひ、受けてほしいなというね、そういった資格です、ね。はい、それでですね、このパンフレット、レックに行けばあると思うんですけど、ちょっとここを写しながらやっていくんですけどね、はい、ちょっとここに10年年金で相談者急増、今こそ年金アドバイザーの時代というふうに、書いてありますけれども、10年年金ってまず何かってことですね。まずこれ気にしてる人結構いると思うんですけどね、年金って25年納めてないともらえないというふうに大体こうずっと言われていたんですね。まあ実際は25年納めるだけじゃなくて、免除期間とかも入れてくれるんですけど、これが10年で良くなったんですね。そうすると年金を、もらえる人が増えてくるんです、ね、かなり増えてくるんです。もう諦めていても保険料払うのは嫌だとかね、大学は卒業したんですけれども、会社入らないしでいて、ずっと年金も納めてなくて今40いくつだと、今更納めてもどうかなっていうね、自営業が今うまくいってきて、なんか自分で起業してね、今更納めてもどうかなっていう人も、10年間っていうふうに25年が10年に短くなったので、これからもらえる人が増えてくるね。で今から納めていけば大丈夫かもしれないっていう人はかなりあるんですよね。でその中でじゃあ単に納めるだけじゃなくて、今まで免除期間があったのかとか、ずっと昔は任意加入の時代で入んなくてよかった期間もあるんですよね、そういったとこも含めていいんです、ね、で今これ聞いただけじゃわからないんですけど、そういうことを詳しく学ぶのが、この試験になります、ね、はい、あと今回はですね、この3級講座ですけど、ここね FP の、継続教育研修の指定講座にもなっておりますのでね、その辺も加味して考えていってください、それでは、この、ちょっとパンフレットを開いていきますけれども、はい、こちらのページを見て、ね、このパンフレット持ってる人は、2ページになるんですけど、ここに写ってますのでここを見ていきましょう。もう少し大きくします、ね、はい、じゃあこの3級試験なんですけれどもね、一応ですね、年金アドバイザーの試験の中では、4級というのもあるんですけど、4級はもう結構、ね、簡単なので、こういった形での対策講座は作らなくていいだろうということで、レックでは2級と3級があるんですね。で今回は、10月は3級だけなので、割と基本的なところから学んでいきます。だから初学者さんには、ちょうどいいんじゃないかなと思うんですけども、基本事項の他に実際に事例問題っていうのもありますので、例えば何年に生まれてこういう人生を送ってきた人は年金がどのくらいになるだろうかっていうね、そういった問題も出てきますね。ただ計算要素はあるんですけど、全部マークシートになってますので計算式をこう書かされたりっていうのはないですね。これ2級になってくると、2級は3月にあるんですけれども、計算式を書いてってもうちょっとレベルが高くなっていくっていうね形になります。で1級っていうのはないんですよねはい、そういった3級の試験ですね。はい、じゃあちょっともう一回見ていきましょう。はい、先ほどここ読みましたので、じゃあ試験の実施日時が2018年の10月28日の日曜日になります。実施時間が午前中ですね、10時から12時半になります。でこの申し込み受付期間で、ここが結構重要で、
2018年の8月21日の9時から2018年の9月11日の火曜日までになります。この時間帯というのはインターネットで申し込み時の時間帯ですね。はい、でこれ詳しいことは、この、銀行業務検定協会さんのホームページをご覧になってくださいね。言いたいのは忘れないでくださいっていうことなんですね。2年に1回ぐらいいるんですよね、申し込み忘れましたっていう人が。講義ちゃんと来てくれてるんですよ。で一生懸命やってくれてるんですけれども、どうでしたって試験終わった後聞くと、申し込みしてませんでしたっていう人が、たきおりいらっしゃるんですよね。レックのここに申し込んでもここはこれは対策講座の申し込みですから、このこちらの方のね、銀行業務検定協会さんの方に申し込まないとこの検定試験を受けれませんのでね。はい、ホームページご覧になって、必ず期日に間に合うようにお願いいたしますね。だからもう9月になったら危ないなぐらいに思ってくださいね。はい、それから出題形式は、全部マークシートで五等択一ね、五子択一のやつがこっち基本問題ですね、これが30問あります。それから事例問題、ここはちょっと長い文章になってきて、10個事例がありますので、1個の事例に対して2問、これもだけどマークシートですね。多少計算要素はありますね。出し方のパターンで計算しなくても解けてしまうかもしれません。ただやっぱり講義の中ではちょっとやっぱ計算をちゃんと学んでほしいなというふうに思いますね。最後の試験は、試験対策上ね、テクニックで取ってもいいかもしれませんけれども、何のためにこれをやってるかっていうのは、検定試験を受かるだけではなくて、ちゃんとこうね、実務を身につけていきたいっていうのが欲しいっていうのがあるので、やっぱ計算もできるようになってほしいと思います。はい、で科目構成って書いてありますけど、今言った五等択一は、これマークシートですね、30問。それから技能応用がこれ事例問題、この事例五等択一式十事例ってやつなんですけどね、これが十事例で20問になりますね。ここに書いてあるように、我が国の社会保障制度とその仕組みや年金制度とその仕組み、あと年金給付の制度と支給要件、あれですね、ちょっとこれね、棒読みで読んでも仕方ないんで、年金給付の種類って言ったら、老齢と、65歳になった老齢と、障害になってしまった軽、障害年金、それから、亡くなった時の遺族に対する遺族年金っていうふうに、3種類あるっていうね、ことですね。で支給要件っていうのは、じゃあどうなったらそれがもらえますかっていうことなんですね。老齢だったら65歳なんですけど、その前にね、じゃあ支給要件期間っていう、さっきの納付済みだったり、免除だったりっていう期間を合わせて10年あったらっていうのがこの支給要件になりますね。はい、それから、企業年金、個人年金の仕組みの要点といってね、確定拠出年金や確定給付年金、あとは本当の実務でね、最低請求の手続き、年金をもらうための手続きっていうのが最低請求っていうふうに言います。でこれは実際65歳になる3ヶ月前に最低請求書が届きますから、それに必要事項を書いて、添付書類をつけて、出すと、この人はちゃんともらえる権利があるのかなっていうふうなことを調べるのが最低になりますね。はい、で受給権者っていうのは実際もらってる人の手続きで、じゃあその後何かが変わったらどうするかとかね、そういうことですね。そういったことになっていきます。はい、で合格基準が 60% になっていますね。はい、だからちゃんと出席してある程度ね、予習復習してくれれば、60% というのは、これは優に取れると思います、ね。ただやっぱ今回の目的ね、実際ね、お金を払って、こういう対策講座に申し込むわけですから、ある程度年金のことを理解してほしいね。合格はしたんだけど実際はね、マークシートだったから受かっちゃったじゃなくて、やっぱり高得点90点ぐらいを取って年金っていうのをに慣れてほしい。いや実際ね、軽くこう あなたこのくらいだったらこのくらいもらえるんじゃないかとかね、ちゃんと計算を簡単にこうできるようにっていうのと、年金がね、好きになってほしいですね。実際はそうです。やっぱ年金で難しいなとかね、こうやっぱ最初はどうしても皆さん苦手意識を抱くんですけれども、いやいや年金のことをね、周りの人にこう説明できたり、仕事でそういうのをね、相談乗れたり、いや年金って楽しいなってね、相手喜んでくれるし楽しいなってね、そう思ってもらえるようになってほしいと思います。はい、それから、
プレゼンターに切り替えますけれども、持ち込み品、ですけど試験ね、これ受験票絶対忘れないでほしい。あ、試験時間ここに書いてありますね。ね、でまああとはいいとして、まあ、鉛筆とかね、消しゴムとかね、あの電卓ね、ここにまあまあ、いけないのは書いてありますけど、まあ、これは読んでくれれば分かりますので、実際大きさ小さすぎるのはダメです。で大きすぎるのもやりづらい、ね、だから手のひらサイズぐらいがいいのかな、手のひらっていうかね、このくらい、今実際私持ってるんですけど、このくらいがいいのかなと思います。ちょっと引いてみましょうか。手のひらサイズとはあれですけど、私の手がこんくらいですね。ここにちょうどこんくらいになってるのね。はい、小さすぎるとこう打ち間違えてしまうし、大きすぎてもちょっとどうかなって、このくらいが一番まあいいのではないかなっていうふうに思いますね。まあ、注意点としては、そんな感じですね。はい、いかがでしょうかね。で、今ですね、まあ、この後ちょっと講座の説明をしていったり、するんですけれども、講座の内容ね、年金アドバイザーの試験、今言ったように社労士受ける人をちょっと受けてくださいって言ったのと思うんですけれども、実際今までですね、まあ、もちろんこの辺ね、実務を通じて実際の、まあ、数字とかそういうのを考えていくと、まあ、入り込みやすいっていうのがあるんですけど、その年金アドバイザーの試験に出るようなちょっと実務的な問題も、まあ、出たことあるんですよね、社労士の試験にね。でそれがちょっとこのパンフレットでご紹介されているので、ちょっと一問だけ見ていきたいと思いますね。はい、ここに年金アドバイザー3級試験は社労士合格を目指す方の必須アイテムですと、パンフレットの3ページに書いてある。ない方はここを見てくれればいいですね。でね、問題がこういうふうに出てきたんですけど、ちょっと引っ掛け問題なんですよね。29年4月1日生まれの第1号被保険者は平成26年60歳に達するがね、もうここで昭和と平成になってますね。まあ、ここは間違ってないんですけどね。あの平成26年っていうと、これ63を足して89年なんですよね。まず平成と、ちょっとこれ映らないかな。今平成が26だったので、プラス63足して89年ね。と89年に60歳に達するがですから、89年だから89-29で60ですよね。はい、でこういうところもすぐ年アドの勉強してるとすぐ出ます。でここね、ポイントはね、その後、その際引き続いて任意加入被保険者や第二号被保険者とならない場合、26年3月までが被保険者期間に参入されるって書いてありますよね。被保険者期間いつまでかっていうと、喪失した時の前月っていうふうに習ったと思います、ね。そうすると4月1日が誕生日ですよね。で年齢が到達した時はその日に喪失って覚えてると思います、ね。とここちょっと見ていくと、ちょっと待ってくださいね。4月1日誕生日で4月1日に、じゃあ60歳到達でこの日喪失ですから前月の3月までかなと、まあ、こう考えさせる問題になりますね。と26年3月までが被保険者期間に参入される。でこれで丸にしたがるんですけど、これ丸×なんですね。というのは4月1日が誕生日だった場合は年齢の到達は前の日なんですよね。年齢到達は3月31日になります。そうすると、年齢到達した日、その日に喪失ですから、ここで喪失、ね。そうすると3月に喪失しますので、被保険者期間は前月までなので2月という形になります。ね、はい、ここに説明が書いてありますけれども、昭和29年4月1日生まれの方が60歳に到達するタイミングは誕生日の前日である26年3月31日です。
これが平成26年3月31日が資格喪失日となるため、資格喪失月3月の前月である2月までを被保険者期間に参入されるってことになりますね。これね、社労士の試験やってる人も分かってますよね。テキストに載ってますよね。だけどやっぱり試験の時は忘れてしまうんです。やっぱりこの4月1日に誕生日っていうのがあると、年齢到達の誕生日の前日に年齢到達ってのは分かってはいるんですけれども、実際文章を読んでる時に忘れてしまうんですよね。で、ここがやっぱりこの被保険者期間を数えたり、ね、実際の実務の勉強をしてると、ここはもう当たり前の話になってるからすぐ気づくんですよね。そういった意味で、こういった問題が、実務的な問題が、社労士の試験にも出てますので、そういったものにも対応できるというね形になります。ですからこう頭の中がね、社労士の試験やってるといろんな科目やんなきゃいけない中で、年金っていうのがね、実務的に習っていくことによって、年金っていうのがこうすごい頭の中でいつもね、こう刺激されてれば、そういう細かいところも、忘れないで済むということですよね。はい、じゃあですね、次のページに行きますけれども、まずは口座の、案内をしていきますが、先にですね、今回のこの口座ですけれども、生講義と、通信両方ありますね。これちょっと最後の方のページに載ってるんですけれども、先にこっちから行きましょうね。はい、ごめんなさい。7ページのところに、ちょっと載ってるんですけれども、これちょっと早く申し込むと安くなるっていうところがあるんですけどね。ちょっと携帯として通学通信があって、で通学でもウェーブフォローがちゃんとついてますので、ウェーブフォローもしくは DVD フォローがついてますからね。だから通学で休んでしまったら、じゃあフォローないのっていう、でもちゃんとフォローがあります。で通信だけの場合もウェーブと DVD があります。ただこれ値段がご一緒なんで、あんまり行けなくても、通学1回でも行ければこっちで習っといた方が、値段通学だから、じゃあ通学でウェブもついてるから高くなるってわけではないんで、こっちでやっといた方が無難かなとは思うんですけれどもね。ちょっと値段的なことは実際ねパンフレット見てほしいんですけれどもね、早く申し込むと安いっていうのと、あと下の方にね、レック社労士コース制とか FP 受験制とかね、こういった割引もありますから、これはちょっと本校の窓口の方で聞いてくださいね。で、通学の方なんですけれども、こっちで申し込んでくれれば、別に1回も通学しなくてもウェブフォローはついてますし、ちょっと空いてる時にね、通学の日程と合わせて通えるなと思えば、通学講座で申し込んでいただいて、いけないときはこっちのフォローで聞いてもらうとか、もちろん復習用にも使えますからね。ただもう通学自体が関東は東京だけになりますし、関西の方は大阪の梅田だけになりますから、もう絶対いけないなと思ったらウェブでもいいです、ね、ただ通学で申し込んでもウェブなり DVD はついてますよということですね。で、で通学どこでやるのか、ここ先ちょっとね、ご案内したいと思いますけど、関東の方は水道橋で、私が担当していますね。で、9月の2日日曜日、9日日曜日、23日日曜日ですね。先にあれを見せておくべきだったんですけど、本編6コマありますので、1日2コマずつ、2時間半ずつやっていきますね。それから、東連解説、これは東連のね、家で解いてきてもらって解説を 2.5 時間やりますね。これ結構復習になると思うんですけどね。これは6日に 2.5 時間を2コマやります。こちらの方は私が担当しますね。で大阪の方は、大野先生が、やっていただけます、きますね。梅田ですね。こちら平日クラスで、9月のこちら平日4日の火曜日7時から9時半、時間帯は全部一緒で、7日の金曜日、それから11日、14日、18日、21日ね。東連解説も、平日の方に合わせて、10月の9日と12日という形になってますね。
はい。で、通信クラスも、2人がやります。で、DVD の場合はどうしてもご自宅に送りますので、私か小野先生かどちらかを、ね、選んでください。でウェーブクラスの場合は両方見れますので、ね、このウェーブクラスは、大野講師早川講師の両方の、受験 OK となってますから、結局通学でウェーブフォローで申し込んだ場合は、両方の先生が見れて、で、まあ、もし通えるんだったらどちらかに空いてる時に行けるっていう形になりますね。はい、ですね、で、まあ、関東じゃなくてもね、いらっしゃいましたよ。静岡の方とかちょっと地方の方で、まあ、最後の東連解説だけたまたま東京来る用事があったんで、来ましたよっていう方もいましたよね。で普段はウェーブでやってるっていう形でも、まあ、まあそれでもいいのかなっていうふうには思います、ね。はい、それでは講座内容を、見ていきたいと思うんですけれども、はい、こちらが先の方が良かったかなと思いますけど、まあね、まず受講形態、ね、先に知っといた方がいいんで、はい、でね、ちょっと全体像から先に小さくして、最初ね、ここは生がないで、しかも DVD のウェブ講義だけなんですけど、年金の仕組み講座っていうちょっと入り口のところを 2.5 時間でウェーブで学んでいただいた後に本編が6回あります。これはレックのテキストを、使うのと、あとは、問題過去問もありますね。で過去問買わなくてもいいですからね、今回申し込めばちゃんとついてきますので、だからテキストで、お勉強をしながら、基本勉強をしながら、事例問題は、この講義の中で実際に解いてもらったり、まあ問題数多いときはね、解いてきてもらって、解説をしたりというね形を、やっていきますね。はい、それで、その後終わった後は、まあ今回の形にね、変えての予想問題っていうのは50問ありますから、これの講義、解説講義、ね、家で解いていただいて解説講義をこれ 2.5 時間2回ありますね。でここちょっと見えるかな、これ以上大きくならないんですけど、最初ね30問の普通の五等択一の択一式の問題を30問で、あと実践問題の20問ね、これと分けて 2.5 時間ずつやるっていう形になります。だから別に答例の時にねできてなくても別にいいわけですよね。ここで間違いが自分で見つかって、でそれを解説講義で、ね、1回やっぱ 2.5 って結構長いんですよね。でこれはもうもう1回復習っていうものも含めて講義をしていきます。単に合ってる間違ってるだけじゃなくて、テキストのここにありましたよとかね、なぜこうなのかっていうことも、しっかり解説するために時間を取ってありますのでね、はい、解説講義2回ですね。だからこの50問っていうのは1回分の試験分って考えてください。それを2回に分けて、講義をしていくっていう形になりますね。でここの年金の仕組み講座なんですけども、まあ、この下にちょっと書いてあるんですけれどもね、ちょっと字が小さいんですがちょっと読んでいきますね。私が読んでいきます。年金をこう理解するには初期の学習でつまずかないことが肝心で、年金をね勉強するには歴史が結構大事で、ここに、ね、書いてあるんですけど、36年4月これね国民皆年金と言われるところで、まだねそれまではみんながこう保険料を払ってね、年金っていうのを加入できるっていう体制になってなかったんですね。こう勤め人だけで自営業者がまだ年金に加入できなかったのが、36年4月に、国民年金というのが発足して、自営業者や農業者も、年金に加入できるようになったんですよね。まあそういった歴史と、ちょっとここにも書いてあるんですけど、61年4月っていうのに基礎年金制度っていうのができるようになったんですけどね、こういった改正内容がキーになっていきます。で年金の仕組み講座では前期のキーになる歴史を踏まえ、現行制度の2階建て年金に、2階建て年金制度に至る経緯を説明し、老齢基礎年金の概要も説明するってことで、まあ、全くゼロから、ね、学習する方もスムーズに学習を進めることができますと書いてありますね。ちょっとね概略的にねちょっと軽く言っちゃうと、例えば年金の歴史ってこういうふうになってて、最初に、日本で初めて年金制度が発足したのが、まあ、船員保険っていうのがあるんですね。まあ、その前からね恩給制度とかっていうのはあったんですよ。公務員に対するものとか軍事恩給っていうのはね。でもこれ保険料取ってなくて、保険料取って初めて年金を支給するって決めたのがこの船員さんの船員保険が昭和15年なんです。で当時船員さんって戦争の物資を
外国に運ぶために重宝されていたんですよね。で、その人たちの社会保障を作ろうということで、この繊維保険というのは年金だけじゃなくて医療も、それから失業とか、あとは業務上に、ね、負傷した時とか病気になった時ももう総合型保険だったんです。それが2年経って、労働者年金保険法というのができて、これ工場で働いている男子だけだったんですね。これが昭和17年で、2年後に、女子や、ホワイトカラーの人も入れたのが、19年の厚生年金ね。まあ、この辺で勤め人の年金制度が出来上がっていって、でこのあと日本は廃線、それから、自営業者農業者も年金が必要なんじゃないかっていうことが昭和30年ぐらいから言われてきたんです。で11月に、国民年金が発足したんだけど、最初はまだ保険料を取ってない無教室っていう型の福祉年金が出ていた。それで保険料を徴収するシステムがだいたい出来上がってきたのが36年4月で、これが国民皆年金というふうに言います、ね。で、これがこの時点で、農業者さんや自営業者さん、こういった勤めている被用者ではない、勤め人じゃない人たちの年金が完全に出来上がり、保険料を払って後で給付をもらえるという形がね、全国民が何らかの形で年金に加入できるようになったのが国民皆年金という36年4月ね。でこの基礎年金制度も今日はそんな詳しくね言いませんけれども、61年4月に今まで厚生年金、あとは共済の年金で国民年金、みんな別の会計というか別のお財布でやっていたのが、どうしても国民年金は定額料金なんですね。厚生年金とか共済年金は給料に応じて、給料が高ければ高いほど保険料取れますからね、そっちの方が潤ってるわけで、そうすると国民年金が潰れてしまうということで、とりあえず全国民みんな国民年金加入で基礎年金っていうのを出して、で勤め人はもう一つ年金に入っていて、要するに、ね、勤め人の方は国民年金と厚生年金両方に入っていて、将来両方から給付をもらうというシステムに変えようと言ったのが基礎年金制度、これは2階建てなんですね。これが61年4月です。今日まだ分かんなくていいですこんな歴史の流れがあるんだよってことを、ここをもうちょっと詳しくね、もっとゆっくり教えますから、これを年金の仕組み講座で教えます。もちろんこっちのにもそれが入ってますけれども、ここでねまずは入り口として、そういう制度的な問題、まあそれだけではないんですけどね、まずは入り口で必要なことをこの仕組み講座で教えていくという形になります、ね。はい。でね、あとはこちらの6回ではテキストを使った説明と問題演習を使った説明ね、事例、特に事例、問題演習は全部事例問題になってきますね。なのでね、一応計算とかも教えますので、計算機の方を持ってきてほしいと思いますね。常に持ってきてほしいと思いますね。はい。それからですね、テキストが次のパンフレットに載ってるんですけど、ちょっとこれ小さいですね。これ以上ちょっと大きくならないね。こういうテキストで一応ね、前回使ったテキストこんな感じになってますね。ちょっともう汚れてるんですけれどもね、こういう感じになって、で、割と図とかがいっぱい書いてあるので、こういう図が書いてあったりするので割と分かりやすいですね。こういうふうに図がいっぱい書いてあるのでね、イメージしやすいテキストになってますね。これ小野先生が書いてくれたんですけれどもね、はい、こういうふうに、ね、はい。であとはね、ちょっと今日持ってきてないんですけど、事例問題のには、図解資料といって、ちょっとこれ小さいんですけれども、図解でその人の人生がどうだって、何年から何年までどの年金に入っていたとかね、そういうのがこれを使いながら事例問題やっていきますね。はい。であとは下の方が、こちらですね、東連にもちゃんと図解資料と問題、これ問題 もちろんありますけどね、図解資料もありますよっていうね、ことですね。はい。で先ほど言いましたように、ここ値段が書いてあるんですけれども、これで大きくなったな、大きくなりましたんで、ちょっともう一回見てみましょうか。図解資料見てください。こういうふうに
こをどうかしますと、ある人は老齢基礎年金の受給資格期間といって、厚生年金に、なんとかという会社に何年いました、次の会社何年いました、ここを払ってません、ね、じゃああとここ国民年金の第3号で、まあ、奥さんだったんだっていうね、まあ、こんな感じの図があって、ね、じゃあ果たしてじゃいくらもらえるのとか、ね、まあ、そんな感じの話が出てくるね。こっちが奥さんでこっちが旦那さんって感じになりますね、見るとね、旦那さんはこの会社とこの会社にいましたよみたいな形のこういったのは図解に載ってますので、事例問題をやるときはこういうのを見ながらやっていく形になります。非常にねこれ分かりやすいと思いますのでね。はい、それでは、はい、でね、7月31日まで早割っていう形で 10% の割引やってます。でそれから8月1日から9月10日までが 5% の割引ね。値段表はここにありますので、これはレックの窓口や、インターネットでも、見れると思います。でもともとレックで社労士の講座を受けてる人とかね、お得な 5,000 円割引とかっていうのがありますから、ここをよく見てくださいね。はい、という形ですけれどもね、はい、はい、でね、現実ね、ちょっと触り の講義を今からやっていこうと思ってるんですけど、実際どんなこと聞かれるのっていうふうにね、じゃあ一番ね自分だったら何知りたいのかっていうね、ことです。じゃあ自営業をずっとやってて、まあ60なんですけど、65から、年金がもらえるわけなんですけどね、実際いくらもらえるのって当然気になりますよね。とじゃあ国民年金の、まあ、というか、まあ、基礎年金っていうんですけどね、値段の出し方なんですけれども、これが満額で77万9300円っていうのがあるんですね。これの出し方は講義でちゃんと言いますからね。これが今現在の満額です。これに国民年金は20歳から60まで納めることになってるんですね。40年間480ヶ月に全部納めてみればこの金額ですけれども、納めてない月もあるかもしれないから、納めてないとここ減らされてしまうんです、ね、だからここの丸のところが実際に納付した月数、積み月数です。これが300だったら480分の300って形になります、ね、ところがね、これだけじゃなくてね、免除申請を出しておくと、ここにちょっと入れてくれるんですよ、ね、で例えばこれが全額免除申請、全額免除だったとすると、これ月でしょ、払っていれば1ヶ月ですけど、全額免除が1ヶ月だとこれ2分の1ヶ月でカウントしてくれるんです、ね、なぜかというとこの2分の1は国の方から国庫負担で出してくれるんですね。だから何にも言わないで何も払わなかったってのはダメですけど、免除申請で例えば前年の所得が少なかった場合や失業してしまった場合とか、ね、そういう場合に免除が受けれますね。でそこをちゃんとまあ正直に言ってくれれば、2分の1は将来返すよっていうふうなね、こういったシステムになっています、ね、これが国民年金。じゃあ厚生年金の方はっていうと、勤め人の方はっていうと、毎月毎月給料っていうのから掛けるここに保険料率っていうのを掛けて保険料毎月納めてるんですね。だからこれに応じてです。だから給料っていうのが毎月毎月やっぱ残業したりしてると違ってきますから、これを固定値に直して、だいたいこの人の給料はこんくらいだろうっていう固定値に直したのが標準報酬月額っていうのがあるんです。ね。とこれを全部一生分を足してきます。会社に入ってから厚生年金出すときにね、会社に入ってから22歳から入って例えば65歳まで勤めたとしたら、ここの標準報酬月額を全部足していきます。古い時代のものは再評価っていうのをします。
で実を言うと平成15年4月1日以降のものは向こうはボーナスからも保険料を取ってますね。とまた固定値みたいな標準賞与っていうのがあるんですね。実際1000円未満をボーナスを1000円未満切り捨てて保険料率をかけるんですけど、だからここからここまでの標準報酬月額を全部足してそのボーナスね、1000円未満切り捨てた標準賞与っていうのを足して全部足すんです。1ヶ月の平均を出す、1ヶ月の単価を出しますね。だから全部の標準報酬月額、全部の標準賞与額を足してここがまあね、400ヶ月か500ヶ月あるわけですよね。それで割って1ヶ月の単価を出す、これが平均標準報酬額。かける現在のあれですと1000分の 5.481 かける加入していた被保険者の月数と、給料が多ければ多いほど金額も高くなり、加入期間お勤め期間が長ければ長いほど金額が多くなるので、このことを報酬比例というふうに言いますね。もちろんこれね、15年4月1日前はボーナスから取ってなかったんでちょっと計算の仕方が違うんですね。でそういう細かいことはあの講義で言いますので、とにかく加入厚生年金の方は加入期間とその給料によって変わるんだよっていうことが分かればいいです。で計算の仕方は講義で習えば大体分かりますのでね。で特に会社員をずっとやってた場合は今の厚生年金っていう報酬比例と基礎年金っていうのが両方出るんです。厚生年金に入っていた期間の中で20歳から60歳までは国民年金を納めたことになりますから480分の480で満額で出てきますので、今の報酬比例にプラスされるっていうね、これが2階建て年金っていうんですけれども、そういったところね、この辺がまあ理解してくれればそれを理解するようにこの講義の中で教えていきますので、実際にね、問題集を回して、答えを暗記していくっていうことではなくて、今みたいなところが説明できて、あ、どれだよいくらぐらいもらえるんでしょうねとかね、そういうことを相手にこう、ね、答えてあげれるように、なってほしいと思いますね。はい、それでですね、あとですけれども、まあ、大体全体を通して今ご説明はしたつもりなんですけれども、ね、もう本当に強く言いたいのは年金が好きになってほしいっていうことね、でもう苦手意識なくしてほしいってことですね。でもう一つね、やっぱり銀行にお勤めの方はどうしてもこういうの必要だからということで、まあ受けてくれる方は結構多いわけなんですよね。本当にね、しつこく何度も言いますけど、社労士受ける方なんですけれどもね、社労士の勉強しててこっちの勉強するのも大変だっていうふうに思うかもしれないんですけど、年金の勉強をまあやっぱりね、テキスト、年金、社労士のテキストだけでやっていくのって非常に難しいんです、ね。それが今みたいに大体いくらぐらいもらえますよとかね、そういった普段の普通の人に教えるような言葉でやっぱり講義も進めていくし、テキストもそう書かれていますしね、そういったところ年金に対しての、まあ、意識を持っていくっていうことだと、やっぱり社労士の国民年金厚生年金も入っていきやすいんじゃないかなと思うんですよね。で年金ってじゃあ今いくらもらえるってだけじゃなくて、じゃあお勤めの方だってじゃあ60歳になってからまだ会社に残っていれば当然被保険者期間増えていきます。で今60歳代前半っていうのが出てるんですけど、今後65からまた残る場合もありますよね、会社に。そうするとまた年金の保険料払いながら年金をもらっていくわけですよね。ところが年金額は一応65歳で決定した時にしばらくはその金額でずっと続いていくんです。被保険者期間がまだそれだけね、65からでも会社に勤めて保険料払ってるから本当は1ヶ月ずつ増やしてくれって思うかもしれないんですけど、増えていかないで退職した時に改定されるっていうのがあるんですね。で
この時に働きながら年金をもらっていくと、年金っていうのは本来は老齢世代で、家督能力って言って、そのお金を稼いでいく能力がなくなったから出すんですよ。だけども、じゃああなた働いてるからっていうことで完全には出しませんよとも言えないんですね。なぜか保険料払ってるから。そうすると在職老齢年金っていうねシステムがあるわけと、給料がだいたいこのくらいで、月にもらってる年金がこのくらいで、いくら超えたらいくらぐらいは年金を支給停止しますよっていうふうに年金が減らされるわけなんですよ、ね。こういったことも、働いていくと当然65歳の高齢化社会の中で、気になっていくことですし、または、今度はね、60歳代前半になっていくと、雇用保険の方から高年齢雇用継続給付っていうのが出ます。で、雇用保険っていうのも社会保障ですから、そっちから出て年金からも出るよって、2つは出しすぎじゃないですかっていうことで、じゃあ年金の方をちょっと減らしていきますよってことになります。自分もそうですけれども、人事とかやってる人っていうのはそこを考えながら賃金制度を考えていかなきゃいけないっていうこともありますよね。これは労務管理になっていきます。これが例えば銀行の中で銀行員さんだけが年金相談のためにやるだけではなくて、普通の会社で労務管理をやっていく中でもこういった年金の知識というのは必要になってくるわけですよね。ですから社会保険労務士試験に対応するだけではなく、その後のやっぱり社労士に受かって企業の中でそれを資格を生かしていく中で、やっぱり年金の実務の知識っていうのは非常に必要となってくるわけなんですよね。はい、ということで6回の講義の中、あとは2回の討論で十分基本的なところっていうのは身についていくと思いますので、ぜひねご受講していただきたいと思います。それからね、先ほど言いましたように通学講座で申し込んでも、ウェブもいや DVD もついてますから、やっぱ期間内早めに申し込んで、ね、ビデオを見ながら予習をして、でそれで通学に来れる人は通学に来て、でまた、ね、期間内ビデオで復習したりとか、問題集で復習したりとかっていうのができますからね、なるべくこう早めにお申し込みをしていただきたいと思いますね。はい、それでは、ちょっとね、長い時間でしたけれども、ご清聴ありがとうございましたね。で私の方がね、水道橋で担当、生講義を担当しているのと、あとは、ビデオの方もやってます。これちょっともう一回確認で見ましょうね。はい、こちらの方ですね、ウェブの方ですと、大野先生と私の方で両方受講できますから、私はちょっとウェブで申し込んだ方がいいんじゃないかなと思います。で、年金の仕組みは7月30日から配信開始になりますね。産休合格講座は8月27から、当例は9月25で、小野先生の方が年金の仕組みが7月30日、これ私と一緒ですね。であとちょっと、こちらの方が、9月18、21日っていうふうに、段階的には、なってはいますけれども、ね、それから産休当連が9月25ですから、ここは私と一緒ですね。はい、DVD の方だと、こちらの方が8月27で、大野先生の方がちょっと2つ日付が分かれているということになりますね。なの であと年金の仕組みは DVD はありませんからね。この日付見ながらね、できればネットで見るか、レックの方でパンフレットをもらって、ここでこう見てくださいね。でこっちの方、こちらの方が生講義になってきます。9月になっていますので、小野先生の方は、こちらの方ね、9月の4日、7日、11、14、18、21っていう風な平日になってます。でもちろんここを来れなくてもね、今言ったようにウェブフォローなり、DVD がありますね。あとこちらの方が水道橋が私が担当しますね。はい、だから極端な話ね、もうここしか来れないや、23しか来れないって言っても、通学で頼んでくれれば、ウェブ DVD も、ちゃんと、ついてますね。はい、
であとねここ注意点が通学クラスを受講する場合は必ず教材電卓過去問題集をご持参くださいって、まあ、これ講義でもまた言いますけれども、ねまあ、ウェブだったら家にいますから言われたら、ね、ウェブ止めてとか DVD 止めてはい電卓ってできるんですけどもあの通学の場合は忘れちゃったってわけではいかないのであの毎回必ず、レックの方のテキストと、あとは電卓と、問題集、ね、必ず使いますからねこれ忘れないようにしてくださいねはい、ちょっとさらに長くなってしまいましたけどねはい、それではあのご受講の方をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします、それでは今日は、ご清聴ありがとうございましたどうも。